はい、お世話になります。トライジョのボスです。いつも応援ありがとうございます。で、今日はハンドルです。ハンドル、なぜハンドルかといえば、よくね、このハンドルを使いたいけど、このハンドルがケーブル用のハンドルで電子スロットル用のハンドルじゃないから電子スロットル用に加工してくださいっていうご依頼をいただきます。で、正直ね、それね、ハンドルを見ないとできるかできないかちょっとわからないんですよ。っていうのが、ハンドルの、説明難しいな。ハンドルによってはね、ハンドルの太さがこう広くなるところで銀ロウを使ってこうモールディング、ロウ付けっていうんですけど、してこう傘を上げてたり、ちょっと、溶接の仕方が違ったりするケースがあるので、そういったハンドルを、僕らが二次加工すると溶けてしまったり、湧いてしまうっていうんですよ。溶けてしまったり折れてしまったり、いろんな原因になるので、全部が全部そのハンドルの加工ができるというわけじゃないんですが、この、今回の場合はこんな形に、よいしょ、ほら、これギザギザついてました。これがね、電子スロットルのね、金具がこう、中の本体が入るようになってるんですよね。こんな形で、これよくね、なんか、グラインダー、リューターかなんかでこういう形をギギってこう、切り張るとこもあるんやけど、それしちゃうと、こう、はめ込んで、こう、中身がこう、回ってしまったりする、そのプラスチックのところが割れてしまったりする原因になるんで、ちゃんとこういうふうに、きっちり僕らやったレーザーで切ったものを、途中から溶接してます。お、ちょっと電話です。ごめんなさい、電話でした。こう、やっぱ雑い仕事しちゃいけないよね。で、一応僕らはこれ、全部レーザーで綺麗に加工してるんで、ほら、中も多分綺麗になってると思うんですけどね。溶接をしてます、ここで。で、溶接をして綺麗に、ほら、まあ綺麗にって見えないよね。わからないよね。溶接でひっつけて、加工してます。こんな形です。こういった風に加工をします。だから何でもできるわけじゃないですけども、できるものはできるので、ご連絡をいただいたら、加工はすることはできますということです。送られてきてできないものはできませんって言います。よくできないケースってなかなかないんやけど、この途中からこう膨らんでるやつがあるでしょ。こう膨らんで太くなってるやつとかね、その膨らんでるこの斜めの部分をなんか銀ロウかなんかでこう、ハンダで溶かして、なめして、ほんでメッキしてるもんとか、色を黒に塗ってるもんとかあるんで、それは熱入れると溶けてきちゃうんですよね。なんか溶け出すっていうのですかね。だからそこだけ気をつけてください。こんな形です。こんなハンドルが欲しい、あんなハンドル方が欲しい、そういう風に乗ってみたい、でも電子スロットルの対応じゃないからっていう方で、お困りの方は一度ご連絡をいただいたら、加工はできると思います。で、よくそれに対して、あとお値段なんぼですかってよく問い合わせ来るんですけど、ハンドルも見たないのに値段とか言えないんでちょっとわからないんですが、大まかに2万からですね。で、ただこの子みたいにこうグリップが通るところがもう見えなくてもいいんであれば、こういう無垢の状態でお返しすることができるんやったらそれでもいいんですけど、これが錆びたりするのが嫌だっていう場合でしたら、パウダーコートをまたこの上から全部やり直さなきゃいけないので、そこのお値段はまた別途になります。だから予算もちゃんと考えられて、こういった加工の方をご連絡をいただいたら作業しますので、よろしくお願いします。ものによって価格帯とかが変わってくるので、そこだけはお許しください。今日は電子スロットル、ハンドルの電子スロットル対応にするための加工です。お困りの方はいつでもご連絡ください。こんな形です。いつも応援ありがとうございます。